こんにちは。前回、前々回とですね、ジャケット、スーツのおすすめを紹介してきましたけれども、今回は、合わせるものということではないんですけれども、おすすめのネクタイを紹介していきたいと思います。ネクタイのおすすめ、意外と反響があってですね、お客様からもどんなのがおすすめなのかって毎回聞かれるので、今回はちょっといろいろご紹介していきたいと思います。はい、まずこの私が今日つけているですね、このフランチェスコ・マリーノのプリントタイですね。はい、これ見てください。絶妙なこのパープルの色、なんかこうちょっとにじんでるみたいなペイズリーツを囲むこのラウンド柄ですね。深みのあるめちゃくちゃ綺麗なプリントです。はい、これはですね、もう一目見た時からこれはいいなと思ってオーダーしたネクタイです。ちなみにですね、これはブラウンもありまして、これもいい色なんですよ。はい、ジャケット編でも話しましたよね、ちょっとこのブルーがかったグリーン、今年の色なんですけれども、これもですねすごいいい色です。でマリーノはですね、他のブランドで見たことがないような生地がやっぱり多いんですよね。それがここの良さでもあってですね、大体イタリアでもいろんなブランドを見ると、あ、これなんかちょっと前見たことがあるなとか、前どっかで見た生地のちょっとこう大きさを変えてるなとか、そういうのがあるんですけど、このマリーノの場合はですね、毎回もう見たことがないようなこの柄があるっていうのがここの良さですね。はい、自分も最近すごく好きなブランドで、毎シーズンちょっとコレクションを見るのが楽しみなんですけども、今回はこのペイズリーの2色ですね。これはもうおすすめです。はい、フランチェスコ・マリーノのネクタイでおすすめのストライプが2本ありますので、まず1本目ですね、かなり黒っぽいネイビーベースに、これ見てください、絶妙のこのオレンジでもない、ちょっとこうなんていうんですかね、ゴールドみたいな色が入っている絶妙の色のネクタイですね。すごいちょっと黒っぽく見えるので、淡いネイビーのスーツとかには難しいんですけれども、こういったですねミディアムグレーのスーツなんかに合わせるとすごい綺麗ですよね。はい、あとはですね、白黒のグレンプレイドとか千鳥格子のスーツにもよく合いますので、こういった感じのですね、多分今まであんまりこう見たことがない色だと思うんですけれども、もう絶妙なカラーリングです。モノトーンのストレーニングとかにもこう合わせられる。そうですね、黒と合わせると多少ちょっとこうネイビーっぽさが出てくるかもしれないんですけれども、もうちょっとこう例えばチャコールグレーのスーツなんかにもすごく合わせられますし、シンプルに白いシャツと合わせてもいいと思いますので、こちら意外とこう購入しやすいネクタイですね。はい、もう一本はですね、こちらのですね、ちょっとこう深いインディゴブルーみたいなこう色のですねネクタイです。で今年のネクタイのトレンドカラーでもあるこのオレンジがこう刺しに使われて、それをサンドするようにちょっとこう淡いブラウンのカラーが入っているというですね、これも絶妙な色ですね。ものすごい綺麗な色のネクタイです。これなんかは前回お勧めしたラティーノのこうちょっとこうブルー系のスーツにもよく合いますし、普通のネイビーのスーツと合わせてもすごく綺麗でいいですよね。はい、やっぱり差し色に使われて色がオレンジですごく綺麗なので、定番的なこのスーツと合わせてもネクタイの何て言うんですかね、こう特徴が、色の特徴がすごくこう映える色使いでもあります。はい、意外とこんなブラウンのスーツにもよく合いますね。ブラウンとブルーの、トーンが相性がいいのと、ブラウンとこの、オレンジというのもすごく合いますので、ブラウン系のスーツなんかにもよく合う、意外と合わせやすいネクタイなんじゃないかなと思います。おすすめです。はい、次はジャカートのネクタイをちょっと紹介したいと思います。ホリデー&ブラウンのジャカートのネクタイになりますね。はい、ちょっとヴィンテージ調の柄なんですけれども、今シーズンのトレンドはあんまり大柄のものよりも、ちょっといわゆる中柄と言われているですね、このぐらいのちっちゃくもなく大きくもない、柄の流れと言われています。はい、それでこれ見ていただくと分かるんですけれども、このベースもですね、この分かるかな、四角いこの柄が入っててですね、そこにこういう
何とも言えないこうヴィンテージのヴィンテージ風のちょっとこう柄が入っている感じですね。でネイビーとブルーの2色あるんですけれども、どちらもすごくいい生地ですね。でジャカートはプリントとかと比べるとちょっとこう重厚な感じがしますので、まあ、多少ちょっとこうブリティッシュっぽい感じで合わせるといいかなっていうのはありますね。はい、これもオーソドックスにネイビーのスーツとこんな風に合わせてもいいですね。でこちらの色も非常に合わせやすい感じですね。なんかこうストライプの、シャツなんかにちょっとこうジャカードのネクタイを合わせてもちょっといいかなっていうふうには思いますね。はい、あとはグレーにも2色ともよく合います。柄はなんかありそうでなかなかない柄だと思いますので、まあ他の人と被ったりですね、これ前に似てるの持ってるなみたいなのは多分ほとんどないんじゃないかなと思いますね。毎回このホリデーブラウンはこういうちょっとこうヴィンテージ調の柄のネクタイが毎シーズンありますね。はい、この辺が私の一押しのジャカートになります。はい、次にですね、ビームス F のイタリアのブランドのネクタイといえば、まあ、さっき紹介したホリデー&ブラウンとフランコバッシーですね。でフランコバッシーはストライプの柄が2つおすすめがあります。こちらのちょっとこうクラシックな感じのですね、ストライプのネクタイですね、割とそうですね、自分がバイング始めた80年代ぐらいってレイクスでもフランコバッシーでもやっぱりこういうですね、割とこうトラッドな柄のネクタイが結構あったんですけど、久しぶりにこんな感じのネクタイを展開したので、これはねバイングしなきゃダメだなと思って、割とそうですね、僕ぐらいの年代だと当時よくあったなっていう感じの懐かしさもあるんですけれども、見てください、はい、ネイビーとグリーンと、まあ、赤と黄色というですね、まあ、当時の、まあ、トラッド系のなんかこう黄金比率みたいな感じの、まあ、ネクタイなんですけど、ちょっとこう柄の入り方が当時とは違うので、すごくやっぱりモダンな感じになりますね。で合わせはですね、これ特にブレザー、ネイビーブレザーですね、なんかにすごく合うので、ちょっとこう、まあ、IB じゃないんですけど少しこうトラッドっぽい感じのコーディネートをしたいなという方にはもうすごくやっぱりおすすめしたい柄ですね。自分にとってはかなりまあ懐かしい配色なんですけれども、見たことがないという方もいらっしゃると思うので、まあ、80年代後半とか90年代前半ぐらいにすごくやっぱり英国のネクタイブランドとか、まあ、イタリアでもこういうバッシーみたいな割とこうクラシックなネクタイを作っているところでよくあったような、まあ、柄のちょっとリバイバルなのかなという感じのネクタイですね。はい、もう一本はですね、こちらになりますね。同じくフランコバッシーの、見てください、これはですねかなり濃いブラウンにですね、このミディアムブラウンみたいな色にボルドーが入っているとですね、ものすごい綺麗な絶妙なこの暖色系のね色が絶妙なネクタイですね。はい、これは本当にこういうブラウン系のスーツとかベージュのスーツにもまあよく合いますね。はい、あとはスーツ編でご紹介したこの辺のスーツなんかにもすごくよく合いますね。はい、色がですねこういうですね、一色やっぱりこの絶妙なこのボルドーの色が入ってるっていうのが、この色がですねちょっとイギリスのネクタイメーカーでは出さない色なので、やっぱりこういうところはまあ、バッシーもそうですけれども、やっぱりイタリアのこのネクタイの色出しなのかなっていうのがありますね。まあ、この深みのあるブラウンというのもすごくやっぱり秋らしくて、おすすめしたいですね。まあ、こういった感じでパープルのシャツなんかに合わせてもすごくいいですし、柄のパターン自体はすごくやっぱりトラディショナルな感じですので、本当に色がとても綺麗なネクタイです。はい、次におすすめするのがウール素材のネクタイですね。トレンド解説動画の時にも少し触れましたけれども、今年はですね、ウールの素材を使ったネクタイがちょっとこうネクタイブランドの、まあ、トレンドとして打ち出されています。まあ、その中でも、おすすめしたい柄が3つあります。まずですね、こちらのイタリアのロスミラノというブランドのですね、タータンチェックのネクタイですね。はい、これはですね見てください、この深みのあるブラウンにちょっとパープルっぽいブルーみたいなのが入って、にも、ちょっとこうオレンジみたいなのが入る絶妙なですね、ここにもグリーンも入ってます、はい、すごくやっぱり綺麗な配色のネクタイですよね。コーデュロイのジャケットとかスーツとかそういうものに合わせてもすごくいいかなっていう感じがあります。まあ、シャンブレーのシャツとか合わせてちょっとこうカジュアルな感じでこういう風に合わせていただいてもいいと思うんですけれども、本当にこう綺麗な
あんまり見たことがないようなウールのチェックのネクタイがありましたので今回お出しました。はい、もう一本がですね、同じくロスミラノの、これもブラウンですね。これよく見てもらうとですね、グレンプレイドになってるんですよ。でこのウィンドペンがですね、ちょっとこうヴィンテージっぽい感じのこうウィンドペンが入ってて絶妙なカラーですよね。ブラウンにオレンジってすごく相性のいいカラーなので、はい、なんかベージュ系のスーツとか、まあ、ブラウンのスーツにも合いますけれども、なんかそういう茶系のスーツのですね、V ゾーンをちょっとだけこう 遊びたい時なんかにはこういったチェックのネクタイとかいいかなと思います。ちなみにですね、この2本がロスミラノなんですけど、ロスミラノそんなにコレクションが大きくなくてですね、いつもそんなにこうピックアップできるのもないんですけれども、毎回ですね光るものっていうかね、そのコレクションの中に、おこれ他に見たことないなみたいなのが必ず毎シーズンあるんですね。で今回は特に、自分はこの二柄、ちょっともうどの本当に数多くのネクタイブランド 見ましたけれども、どこにもない生地だったので、まあ、この2つをピックアップしました。もちろんスーツだけじゃなくて、まあ、カジュアルなこういった柄ですので、ジャケットと合わせてもいいと思いますので、ジャケットなのか、まあ、そういうコーデュロイとか少しこうツイーディーな茶系のスーツとか、そういうのに合わせていただくとすごくいいんじゃないかなと思います。はい、それではウールのネクタイをもう一本ご紹介しますね。こちらがですね、この絶妙のこの茶色の、ギンガムチェックにウィンドペンが入ったネクタイです。こちらがですね、AD&C と書いて AD&C っていうんですけど、まあ、ミラノのネクタイブランドですね。そこの、生地というかネクタイなんですけれども、生地はですね、皆さん知ってるかな、ポーランド&シェリーというですね、まあ、ジャケットやスーツの生地のすごい有名なブランドですね。そこの生地を、ジャケット生地ですね、を使ってます。色を見てください、もう絶妙ですよね。もうめちゃくちゃ綺麗なブラウンにオレンジのこうウィンドペンを切ってあるというですね、これジャケットで着たいぐらいですね、こんな感じでね、はい、かっこいいですね、はい、そんな感じの生地です。はい、なんかこんなコーデュロイのこうジャケットとかね、合わせてもめちゃくちゃ綺麗ですし、はい、あとは、まあ、こういうヘリンボーンのツイードジャケットとかにね、合わせてもすごいいいですよね。はい、まあ自分チェックのこういうウールのネクタイ割と昔から好きなんですけれども、まあ、今回は本当に自分的には当たり年だったかなという、この3本のねチェックのネクタイ、まあ、なかなかビジネスに着る感じじゃないんですけれども、スポーティーなジャケットとか、まあ、コーデュロイのスーツとかジャケットなんかをお持ちの方には、まあ、特にちょっとおすすめしたいネクタイですね。まあ、シャツなんかはおそらく皆さんシャンブレーとか持ってらっしゃると思いますけので、まあ、そういうものと合わせていただいたり、まあ、あとオックスフォードのまあシャツとか、まあ、割とそういうベーシックなもので合わせていただいてもいいんじゃないかと思います。ぜひお試しになっていただければと思います。はい、ドレス編として3回、ジャケット、スーツ、ネクタイと、おすすめの商品をご紹介していきました。引き続きですね、コートやアウター、ニットなどもこれから紹介していきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。